ボルトは GM が製造販売していた自動車である。シボレーブランドからは、シボレーボルトという電気自動車も発売され、英語の社名と発音が似通っており、シボレーも混乱が生じている点を認めているが両者は全く別の車種である。2008年9月、GM の創立100周年記念式典において、市販モデルが発表された。2009年8月、 約9 8トル1リッターを記録したと主張している。ただし、ボルトに搭載されたバッテリーがあらかじめ、フル充電された状態での記録により、他の車との燃費を単純に比較することはできない。アメリカ環境保護局の公的な調査では、ガソリン使用量換算で1ガロンあたり93マイルとなり、日産、リーフの1ガロンあたり99マイルを下回る。 ボルトの充電は家庭用110ボルト電源でおよそ8時間を要しバッテリーがなくなった時にエンジンが始動し充電が行われるがアメリカ環境保護局の調査によってエンジンが走行用としても機能することが判明し純粋な電気自動車ではないという意見もある2010年末にカリフォルニア州限定で発売が開始されるヨーロッパでは オペルブランドから外観を変えた姉妹車をオペルアンペラ、ボックスホールアンペラとして発売された。製造はシボレー版、オペル版ともアメリカ合衆国ミシガン州ウォーレンの工場で行われる。2010年4月23日、オペルアンペラの最初のプリプロダクションモデルが同工場をラインオフした。また、 同日から開催された北京モーターショーではミニバン型の派生モデルであるシボレーボルト MPV5 コンセプトが世界初公開された。2011年4月ニューヨーク国際オートショーにおいて2011グリーンカーオブザイヤーを受賞した。販売面では当初苦戦を強いられ2011年の販売目標1万台に対し実績は7671台と 目標を下回ったほか、2012年2月までは、台数が伸びず、GM では2012年3月に、生産の一時休止、並びに、従業員の一時帰休を行うことになった。その後好転し、3月には、過去最高の月間販売台数を記録、2012年1から7月は、計1万666台と、前年目標である1万台を7ヶ月間で、達成した。 同年には、オペル・ボックスホール・アンペラが、ヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。2012年1月5日、搭載されているリチウムイオン電池が発火する恐れがあるとして、米国で販売したシボレーボルトを無償で回収すると発表した。同社は、自主的な措置で、リコールではないとしている。2011年7月、ニューヨーク市は、他の20代の電気自動車と共に、 50代のシボレーボルトを採用すると発表した。調達された車両は、ニューヨーク市消防局やタクシー入り無人委員会の公用車、ニューヨーク市警察のパトカーなどとして配備される。同市は過去にもハイブリッド車を調達しており、日産アルティマハイブリッドやトヨタプリウスがパトカーとして配備されたことがある。今回調達されるすべての車両は緊急性のない。 任務に使われる。警察ではトラフィックエンフォースメントに配備されトラフィックエンフォースメントエージェンツが使うというボルトの一部もここへの配備が決まっており記者会見では NYPD トラフィックの文字が書かれた車両が公開された。この部署は駐車違反の取締りやレッカーイートなどを専門に行っておりもっぱら緊急対応に備えるパトロール局文書系らかや 交通局ハイウェイパトロール、刑事局文書刑事文体などとは異なる。ただし、死刑察の規定に沿って、軽光灯やサイレンなど緊急自動車として必要な装備はつく。これは胴体に配属されている他の車両も同様である。2015年1月、デトロイトモーターショーにおいて2代目モデルを初公開した。2015年11月、 ロサンゼルスオートショーにおいて2016グリーンカーオブザイヤーを受賞した。2016年8月、ボルトの累計販売が10万台に到達した。2018年11月に生産終了が発表され、2019年2月に生産を終了した。ありがとうございます。